おはようぐると。おはようぐると。ミータさん。ハートありがとうございます。こんばんは。 サイン入りポスターまたサイン入りポスターはねなんかあの本名だからさ分かんないんだよね誰が当たってるのかこんばんはこんばんは。 最近は何してるんですかは最近はあのフードコートで友達とフードコートに行ってショッピングモールのいろいろ食べるっていうのをやったんですよ。うどんとなんかその日はうどんが半額になるみたいなやつだったんですよ。 だから大きいサイズにして半額になってで友達はちゃんぽん麺を頼んで半額になってドーナツもその後三3つ食べてクレープも食べましたこんばんはそれがめっちゃ楽しかったですそうそう青春。 こんばんは。なんかね。フードコートに銀だこありがち。確かに銀だこある、え、それ銀だこ人生で食べたことないな。あるかもしれんけど。 覚えてないないそれはねゆらイケとではないんですけど楽しかったですねそれも。何かささらさこの図書館のさ図書館の,あのカード図書館のカードをあ,のあれしてるんですよ。 スマホのケースの裏に入れてるんですけどなくしすぎてあの短スパン短期間でなくしてしまったのでなんかもう出禁になる可能性がありますって言われました最近ヤバくないですか文学少女サラが壊れつつあるそうこんばんはいやほんとなんか なんかねしかも本のやつをあの遅れてたんですよ返すのも遅れててでなんかこれ以上やるとあのもしかしたら図書館の使用に利用に関わってくるかもしれませんって言われましたちょっと怖いですね そう再発行し,しすぎて厳重注意みたいになったんですよなんかこれ顔見えなくないこれ暗いやばすぎるよねやばいんですよ本当に人生がやばいんです私は図書館から厄介認定されてて腐って そうなんよ本当に要注意人物になりました人生これからいやそうなんだけどやばいんですよいろいろとやばいんですえちょっとこれどうしたらいい感じになるの いい感じにならなかった。初めまして。初めまして。そう、全部やばくて。あとは最近は。でもなんかね、何もしないんだよね。なんか最近は、また、あの。やることがなくて。 やることがないないです <laughs> やることがないですっていうか内勤はちょっと暇なんですよ家でおとなしくプラム配信でもしますかプラム配信やだ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 勉強好きなんですか,からと思ってよっ 勉強付けでではないんですよねもう、まあ、全然してないって感じなんですけどプラモ配信するしかないっすかねやっぱ全く勉強付けではないんですよ暇んってファイナリストライブ出ないファイナリストライブ出ないですよ 私はあの何、ー、だっけベスト8に残れなかったので私は出れないですよ1か月ほど前面おもしろ留学エピ語ってる時のさらちゃんみたいな YouTube 見つけたよ <laughs> その留学エピは面白いねえあれですかあの反乱の男の子ですかやることがないやる気が起きないいやまあそれそれっすねもう いや違うバンバンアウトですバンアウトバンアウトでやる気が起きないだけなんではいバンアウトですねじゃあさらの今のちょっと人生設計聞きますかとりあえずとりあえず人生設計聞きますとりあえず人生設計聞きますか <laughs> 清水プロとは何だったのかとなってきて いや清水プロはあれなんですよその最初から最後までこれなんですよ実を言うと歌唱力は優勝でしたその歌唱力は歌唱力は何位か分かんないですね16位かもしれないし9位かもしれないねさらの人生設計はまず まずあのセントフォースに所属するところからですねセントフォースに所属してセントフォースに所属してあのアナウンサーになるんですよまずは。でアナウンサーになった後にあのえっ、ー、とあざとくて何が悪いののあざと連ドラであの 演技が評価されて女優に転身して結構おむすび,びって感じになるんですよ <laughs> でその後あの空港のグランドスタッフっていうのになりますその後は。グランドスタッフっていうのになりましてはい最後にあ最後ではない最後はあの心理学者として。 あの頑張っていくつもりなので、あのお元よろしくお願いします。いや、これは願望ではなく、あの未来予想なんでよろしくお願いします。おむすびって何、おむすびは朝ドラ。<laughs> おむすびは朝ドラです。ね、前髪が長くてずっと目に入ってる。結構。結構目が入ってる。 おむすびがそう有名ですねしのおむすびっしょやっぱおむすびっしょ空港のどこにえなんか受付みたいなところですおむすびっしょやっぱあのー 森かすみさんしようまあ森かすみさんが好きっていう話前からしてるじゃないですか皿も好きなんよみんな好きでしょ森かすみさん正直皿も好きおむすびどこからギャラ化するそうギャラ化します話聞くのうまいうまいと思うありがとう。 心理カウンセルになったらオンラインいくらでしておりますかえーっと、まあお話し会よりはリーズナブルでいいよ正直みんな来てくれますかあの心理カウンセラーだったらさらに心理カウンセラーやろうかな田中みな実は嫌いなのに森霞が好きって変化え、田中みな実さん可愛いじゃん なんで。田中みな実さんの方が媚び要素が少ないからですか。あだとい写真集も期待して。写真集は、まあ。正直写真集は。あの、いや、いや、ですけども。でも、あ、それで。あの、それをきっかけに。アナウンサー、アナウンサーじゃない。それが、まあ、応募バズりして、まあ、そしたら。 まあ結構使ってもらいいやすすくななるじゃないででか他のところでそれならまあワンチャンいいですよ別にモケさんハートありがとうハート何これツボありがとうミーたさんありがとう森かすみちゃんあたたえ田中ひとみアナが結婚えそさらこの「昇進」っていう言葉あるじゃないですか傷心みたいなさらこれ「傷心」って読むと思ってて最近 昇進って読むこと知ったの。多分配信とかでも百回ぐらい傷心って読んだと思う。ごめんなさい。ごめんなさい。大食いのフェー,フーなんか大食いはそこまで大食いじゃなくて。なので、あんまり向いてないかもしれないです。ゆうりさん、可愛い,い。ありがとうございます。昇進して昇進。 あこれでいいじゃん天才こんにちは昇進して昇進しよえばシングル発売切っておめでとうおめでとうシングル発売ね1月だっけ 1>, 1月か楽しみですねでもさら愛の重さめっちゃ好きなのでいい歌が来てくださいねりおつんがな居酒屋に行ってお通しに納得いってませんでしたお通しなあれきゅうりみたいなきゅうりとかキムチみたいなえー、やあれに納得いかんとかあるなんかさら何も考えずに生きてるから なんかおがいいいいかか悪を判断してないんですよそん,そんな,なんか定め方があるんだって思ったそこはサラの定めポイントじゃないんよ人生の中で「昇進してるけどあえて傷心って読んでたんですよキャラで生きる」え「えちょっと無理があるしよ無理あるしよ無理あるしよ」「そし昇進って読めんし」え「えでもそういうなんかちっちゃい間違いめっちゃあるよ」 5人で2000円らあそういうことそういうことね。内容じゃなくてってこと高い。あでも400円か1人。まあそれなら高くないか。今日は何食べた今日は今日は今日はねとね。 今日はえ、何食べたっけあ、今日はなんかパン屋行ったんですよなんか本当にグチパン好きなんですよ本当になのでパン屋さんってでもドーナツ買いましたなんか幼少期からよく行ってたパン屋さんに今日久しぶりに行ったんですよパン屋さんの名前はアロフトっていうんですあーでも名前でしたでそのアロフトっていうパン屋さんに行ったら めっちゃ内装とか変わっててもうパンのラインナップも変わっててめっちゃ嫌でしたねなんかそのアルフトっていうパン屋さんはなんか私が行ってる店舗はあんまり小綺麗じゃなくてなんかそのうん値段も高くなくてなんかパンもあんまり高級感がある見た目ではないんですよ結構ゴテゴテだったり菓子パン寄りででなんか結構 なんかその敷居が高くないところが売りみたいな感じだったのになんかめちゃめちゃ最近のモダンなおしゃれなパン屋さんに変わっててもうパンも全部すっごいおしゃれなマジ韓国風のなんかペッタンコのクロワッサンあるじゃんおしゃれなとかマ,ジマリトッツォみたいなパンとかいやだからもとへてないですって思いましたねなんか小綺れじゃないところがいいみたいな <laughs> 名前出したことは消させてくださいあの はいなんか美味しかったんですけど美味しかったんですけどなんかサラの,あの求めてたあのパン屋じゃなくなってその変わりゆく時代って感じでしたね本当に私の好きなパン屋じゃなくなっていくって感じでしたね本当にあロフト知ってますかでなんか昔ながらがいいんですよ結構。 政そうそうその薄焼きクロワッサンがいてハイセンスとか求めてないしモダンとかも求めてないしなんかもう違うんよ違うんよ違うんよってなんかでもそのなんか正面に強豪ができたんですよ強豪の新しいパン屋ができてまあでもそのアロフトの焦る気持ちもわかるっちゃわかるんですよその強豪他社さんは めっちゃ綺麗で新しいから綺麗だしモダンだしまあ新店舗ということで満天ママとかに取り上げてもらえるから結構話題性も高いんですよだからまあちょっと、まあ、さらもある人のあれがわかるけどもうその競争優位性なんかあれよあの。 あれ最近経営の本で読んだんですけどあの資源獲得障壁っていうあの他との差をつけられる点を探すのが大事だと思いました。あのこれって結構あれですかこれ結構、e、ダンパーしに行った方がいいですか,、ね、いいですかそういう感じですかえでも美味しかったですちなみにめっちゃ美味しかったですね。 めっちゃ美味しかったっすすごいな経営勉強していやなんか勉強はしてなくてその本を読んだんですよでも心理学の本とかも読んだしいろいろ読みましたボリュームあるパンデえなんかドーナツででも,も よスかったですよ200円ぐらいだったよ新しいパンプロデュースしてみてうーん新しいパン新しいパンねーなんだろうどうなんだろうね新しいパンね新しいパンってどうなのかな支払いは現金派ですか いやめちゃめちゃうん日によるんですけどペーペーの方が多いですなんか経営のさあのファイブんだっけえもうすぐ忘れちゃったけど「ファイブ・フォース」みたいな知ってますあるじゃんとかなんか5つの「P」みたいなえなんかそういうのいっぱい読んだけどもう忘れちゃった エビリコさん、くまありがとうございます。なんかファイファイブフォース。オラサラちゃん、オラら。ちぐちぐさん。くまありがとうございます。仕事中、因みにチラミありがとう。レッツゴーシンさん。なん、なんだっけ、これ、ハート?。ハートありがとう。 ファイブホースで合ってるあるじゃん女子マネージャーがドラッカーを読んだらドラッカーだって何ですか分かんないなぁフォスターさんレインボースターありがとうございます アメリカの経営学者ドラッカーあそうなんだ3つの R で地球を救えみたいなえー、全然分からんそれは全然ちょっと分かんないんですけど3つの R? えさ、ー、5つの P しか知らんえー、それ系だとね何だろううりさん「レインボースターありがとうございます」てかねなんだっけ 最近のマイブームは三郎と一緒に寝ることなんですけど三郎はなんかベッドベッド行こうベッドって言ったら結構反応するタイプなんですよ結構反応するアダルティドッグなんですよベッド行こうって言ったらなんか結構 ぐるぐる回りすすんですぐるぐる回るってサラのなんか周りを回り出してなんかでも嫌がってるか喜んでるか分かってワンちゃんもしかしたら喜んでないかもしれないんですよでも「ベッド行こうベッド」って言って言ったら <laughs> サブロ郎がサラのところに乗ってきて一緒に寝るみたいな感じです毎日。そう でもなんか嫌がってるのか喜んでるのかがよくわかんないです三郎は4歳えっど,どう思いますかなんか正直ちょっと嫌がってそうでもあるなんか実際ベッドに行ってみたら「うっ、ん、て、うんうん、ずっと泣くからそりゃ誘われたらテンション上がるのわ分かるでも三郎はなんか 自分でベッドから降りれないので結構自由がないんですよ「ベッド行こうベッド行こう」って「サブちゃんベッド行くベッドベッドベッド行こうベッド」ベッド行こうって言ってそうでも可愛いですね犬コ誘ってもう寝ないと思います 寝ないと思いますね、それは。なんかさ、もけさん、リンボスターありがとうございます。え、人の言葉もある程度は、音で理解、え、なんかだから、なんかどの、何で理解してるのかをすごい知りたか、なかったんですよ、サラは。だから。 例えば「マット」とかでも反応したらそれは音程で聞き分けてるってことじゃんでもうーんでも例えば「ベッド」で反応したらちゃんと言葉発したもので聞き分けてるわけだから。 何で聞き分けてるか知りたかったけど別途だったら反応しないしマットでも反応しないしなんか結構両方が同時に満たされた時にしか条件が反応しなかったので賢いなと思いました雰囲気とかこういうのとえでも,でもマットでは反応しないんですよもうちょっとにさせたらいいのかな でもマットでもダメだしベッドでもダメだったからベッドじゃないといけないんだよね。ベッド行こうで覚えていやベッドで覚えてますよ。ベッドベッドって言って,言ってます何回もその後ベッドで散歩も散歩で覚えててでご飯はご飯じゃなくて食べるで覚えててりんごはりんごで覚えてます。 犬をいつもちゃんづけで寝ると本名で反応しなくなるのであーでもなんかサラはねサブローのことをサブローって呼ぶんですよあのロがそがインドネシア語「おお」って感じなんですよ「ロ」「ローって言えるんですけどサラ以外の家族はサブローって呼ぶからなんか結構あのコンヒューズで当になんかサブローサブローって2個あるからサブロー サブローっていう,いうのがあるからうん紛らわせてるかもしれないなサブちゃん見てサブちゃんねサブちゃんね何か何してるか分かんないからちょっと「夢はここだだだ見えななシミはサボろう」いやサボろうじゃないんですよ別にもう全然ねでもまあサボろうサボろうか サボローじゃないんですよもう結構なんかもう人生って感じなんですよねもう人生って感じです本当に人生今日何食べた今日はあパン食べましたなんか本当になん何か私の人生は結構人生って感じなんですよなんかあのみんなが味わったことないことを いっぱい味わったことあるバイリンガルさんくもありがとうございます Life is hard そう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 なんかいやでもやっぱ今の夢はまあお天気キャスターとか言って分からんもう分からんお天気キャスターが アナウンサーか女優ですコアラ食べたことはないです全くコアラ食べたことはないですでもあのえっ、ー、と羊なら食べますまずはアナウンサーかキャスターなのねってそうですね ごめんなさいごめんなさいミータさんクマ、まありがとうございますさっこはあそこまでサンキちゃんにダンスを教えてあげたらしいええー、らいねさっこめっちゃえらいよサさっこえらいさっこえらいさらちゃん独自の存在まあさらはさらはさらは,サラは なんか面白系の人がいいんよ自分はあのー、森かずみさんとかは可愛いじゃんでもそれは無理じゃんもう無理やなって思ってけん面白系がいいんですよなんさんのええー、どこだろうどこでもいいかもあーでもあの柴田亜美さんいるじゃないですかそれ柴田亜美さんめっちゃ好きなので ABEMA とかめっちゃいいですね 好きな笑い芸人はえな、ー、んだろう今はうんあ,あれめっちゃ好きよあのあれやあの井口さん好きです井口さんとか 人は誰だろうあとは安藤なつさんとかあウエストランド井口さんとか安藤なつさんとかあの空気階段さんとか好きですねあウエストランドさそうそうそう,そう2人きれい2人さ2人な,ないんですよなんか。 2人なくないですか結構2人見えないですよ私翔さん愛してるありがとう最近の政治についてどう思いますかいやもう政治家は分かんなさすぎて何もわかんないですでも私の友達は政治学科でめっちゃ詳しいんです 103万を超えたら不要から外れますみたいな損しますみたいなやつですか <laughs> 安藤のなんか安藤つさんさ STU とさ番組してたよねいやだからあのうらやましいありちゃんとかさってことあるんかね 張さん、はい、ありがとうございます。弘紀です。アクセス、握手会はしてないんですよ。でもお話し会はしてます。来てください。ルーくん、熊、ありがとう。え、でも、てか。さあ。 あのーあれ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 なんだっけ大阪のさ直接会ってお話し会12月にあるよねそれさめっちゃ久しぶりのやつえれそれあの直近のやつ次の税金取られてさらに不要からねえ大損ですよねなんかバイトの人とかも103万超えないように頑張ろうみたいな感じになってるよね お話し会今は CD に件があるいや CD に件があるんだけどなんか直接会ってお話し会かオンラインお話し会か選べてあれですよあの仕組みは昔と何も変わってないですよ。大阪サイン会行くありがとう待ってます。 えー、金が星になってる、s t ティフォーティエドビンゴの M. C. M. メイプル将軍。そう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 、そうだったんですよね。ちゅうちゅうさん、ファイトありがとうございます。十二月八日イーテックス大阪行きます。ありがとう。待ってます。 久しぶりだから楽しみで、ね。またさサンタコスなんですかねえ。サラさらさサンタコスさ嫌なんだよ。サンタコスさ、本当はあんまりしたくないよ。さら。サンタコスね。なんかパターンが3つあるんですよ。でもさらのパターンがのやつがなんかめっちゃがあにくいやつなんですよ。そう、それ3つも思うんだよ、ね。 大阪娘だあビビレコささんん待ってますえ娘さんめっちゃ美人だから早く会いたいですねそたらんこしみです善悪怖くという言葉はもうないですよ今若者が経済でも知能でもすごくえどっちかがわかんないどっちですかそのすごく遅れてるのか進んでる 大阪はサンタコスじゃあサンタコスあーでもこういう時じゃない時ないので翔さん星ありがとう貧困を感じますあ経済が貧困を感じます今日何食べた今日はパンを食べました。 昔のさ僕の太陽公演見たんですよ初日から2日目ぐらいの本当になんかサラがなんか若くてなんか可愛くないんよなんか可愛くないなんかねでもめっちゃ一生懸命やってたけど後ろの列に行くとなんか真顔になるねすぐ真顔になるし いやなめっちゃ疲れるやつだったんですよだからまあ仕方ないけど結構反省点ですねそうそう若いうやって幼かったんですけどでもあのジュリエットは我ながら結構うまかったなって思いましたよ「二期生のコンサート楽しみありがとう僕ジュリまた見たい」ってえ見て見,見てえ今見れるんじゃない もし今 DMM 入ってる方がいらっしゃったら見られると思います今はそこ改善されてるなんかね僕体よりも辛い公演がないんですよもう悪い子なので分かんないけどでもまだ全部踊れるし立ち位置も覚えてるからすごい染みついてるんだなって思ったでもさらが卒業するときはえー、何,何やるんだろうね 何選ぶだろうね愛子ちゃんが卒業するから見れたんですよ今のやつが昔のやつが今趣味のオーディションの自己紹介動画を最近見ましたよおおどうでしたスタジオ公演スタジオ公演ねもうそスタジオ公演今あんまり覚えてないあでも変わる変わる変わるからそしたら。 最近は D m、MM、m 月額やめて一個一個買ったうんでもそっちの方がなんか得な気がするよ卒業はまだ10年以上先あそうそう,そう卒業はねまだ10年以上先だからこれからかもしれないですねあのその残す動画はこれから卒業スタジオスタジオ卒業が多くてなんか大変そうだよね 人が本気になればやよ出てるなら月額課金しようやよちゃん出てたよ確かやよちゃん出てたと思います夢はここからはうんコンサートさ久しぶりだからさ楽しみ人気制何周年みたいな。 4期応援で情報ないの、えー、ないいのね全然ないね妹ねめっちゃね「あの受けたい」とか言ってたけどねなんか芸能活動が禁止の学校に通ってるから受けれなくてあのショック受けてたあ全然情報とかないですよもしあったらの話ですんフ <laughs> 4期生かめっちゃ若そう「夢はここからは見え」いやでもやっぱみんなはあの聞いてくださいあのタイトル忘れちゃったけどなんだっけタイトル忘れちゃったけどなんかサラがサラとアリちゃんとサコちゃんとアライリアちゃんと。 浜田響ちゃんのやつえなんか僕は僕じゃなくなるみたいなやつうんーなんだっけうんー思い出せないけど「あおいつキんはーってやつだよあのアニメなんかさあのようわか,からん冒険アニメのやつようわからん冒険アニメのやつよなんだっけあそうそうそう月と冒険さね やばいやばいやばいそうそう冒険アニメのやつぜひ聞いてください <laughs> ようわからんとかやばいそうそう冒険アニメのやつっすええ <laughs> 思ってないメゾアニメなんだよそのアニメさ始まってなくないですかなんかその始まってないよねあのアニメちょっと見れないんで アニメ始まってないからねそう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 いやなんなあのアニメ来年スタートあそうなんじゃあのアニメ来年スタートなのなんか MX って何ですかあのアニメさなんかあ,あそうそう「テオニア」っていうやつじゃないですかそれがなんかあのアニメねなんか心理学の本読んだったら出てきたあのアニメなんかあのアニメは多分昔やあったなんか神話系のやつのなんかオマージュみたいなやつなんや多分ね多分,分か全然分からんけど で何か心理学の理論の本になんか例え話として出てきたんですよ MX テレビですよちょっとわかんないです MX テレビが何か本門さんレインボースターありがとう東京の地方局 MX、TV、いやわかんないんですよだから学問の本すごい読んでるんだね心理学にけ。 えそうそうそう,そういやでももう読むのやめましたよ <laughs> もうやめたブームは去って結構もう飽きたよね飽きて今はちょっともうあの英語の勉強せんといけんみたいなフェーズによるんですけど何も勉強してないんですよさら読めちゃったのうんやめましたうんやめた そうなんすよそう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 ,そうなんかやる気が出ないんですやる気がうまくすると BS11 で見られるかもしれんえー、皆さん見ましょうそれは彩太ちゃんの最近気になる話題とかある いやもう気になる話題しかないよ。例えば、例えば、ふわちゃんのストーリーとか、ステラおばさんのクッキーのストーリーとか、気になるかな。もう一回留学しとく。えー、なんか留学は結構ダメなんよ。留学は、あの、あんまりあの語学っていう意味では学べんのよ、正直問題。だからだめ。 ダメなんですだからダメなんです怖すぎてわからないわからないってフワちゃんでもなんかその後ああでもその後なんかそれをリツイートしたみたいなやつ見ました 子さんがでも、えー「派ですか?」とかないですね別にあの平等派です別にどっちもさあどっちもというかさああのなんであの人は犯罪じゃないようなことも叩くのかとか思うよね。自分に 害が及んでないことでもなんで叩きたくなる心理が生まれるのかとか思うよねふわふわ言葉もだ、やばいふわふわ言葉やばい いや少し実際そこまで気にしてないと外野とかない,ないかないやすこしめっちゃ現代的なねってそこのシーンで気になるえ気になるけどなんで人はそういう人に自分に害を与えてない人に対しても嫌悪感を持つのかって考えると。 そそうそうこの際叩いてやれみたいな風潮が生まれてるかと思いますね。あとはなんかまあでもこれはなんかどっちもその人間の共感能力が働いてとか思ったけど共感能力はその。 どっち側に働く可能性もあるからその悪口ぐらい言っちゃってもよくないっていう方になるかもしれないしあの言われて辛いっていう風になるかもしれないからこれは分かんないけどそうまあ人を正すことで自分があのちゃんと生きてる人間に思えるっていう点はあるよね人を指摘すれば「こんばんは」いやなんからそういう変なことばっかり考えてるんですよずっと。 なんかもう頭の中がこれなんですずっとやばいですよねなんか結構心理学者タイプなんですあのサイコロでスって感じなんですよえー、そうそうそう人間って何か批判したい回路持ってしょそう思ってそうないやええー、それ闇バイト問題分かんないんですよでも闇バイト問題ね分かんない闇バイト問題 個人的には欧米で SJW ってそれが流行ったのが10年ちょっと前ちょい前で完全日本もそれをなぞってるのがえわかんない SJW って何ですか ?SJW?SJW? あそういう感じですか。ソーシャル・ジャスティス・ワリヤーっていうやつですかえなんだっけワリアーって見えたね。社会的正義。ワリアーなんで、ね、障壁違うか。ワリアーなんだっけワリアーみたいなやつって何ですかどういう意味ですか 社会的正義なんじゃらみたいなあ戦士戦士か戦士かそっかん <laughs> 簡単にはグーのエムバイトに染めるのは、何らかの理由あったよね。えー、ヤミバイトに染めるの。やっぱ大金を手にしたいんじゃないですか。あの、S. N. S. 時代だから、その。見せ合いの時代だから。高いものが買いたいんじゃないの。こんばんは、ちゅうちゅうさん、レインボースター、ありがとうございます。 簡単にお金を稼ごうとしてる。うーん。わかんないです。ホンモ望さん、レインボースターありがとうございます。ちょっとそろそろ配信を終わろうかなと思います。ちょっとランキングを読みたいと思います。十三、熊根パパさん、十二、森地ゴーニーさん、十一、ユーリさん。十位ホンモ望さん、十位増尾さん、八位しょうさん。 7位ビブリコさん6位ミイタさん5位タイムファイヤーさん4位アディトゥマウルさん3位フォスターさん2位ルークンさん1位モケさんありがとうございましたちょっとちゃんとあのちゃんと配信しますねえでも最近森友学園問題のあの,あの自殺してしまった方のの あのなんだっけ動画を見てちょっと怖いと思いましたそういうのは闇バイトと共栄心って承認欲求と闇バイトと共栄心と共にっていうの書くでさちょっと政治は怖いと思いましたありがとうございました闇がある国ですね そうですね。バイバイ。